ピザトーストとは食パンの上にトマト系ソースや具材を乗せピザ風に仕立てて焼いたトーストである。夜食やおやつなどといった軽食あるいは朝食として食べられている。野菜なども乗せて具を増やせば栄養バランスも比較的良い。本物のピザと比べピザ生地を作る時間が省けて勘弁である。個人が自分で作って食すのが一般的だが具材を一式乗せて あとは焼くだけの状態でパックされたものがスーパーマーケットなどで売られていることもある。また、喫茶店などのメニューに入っていることもある。この応用としてデニッシュ生地に具やソースを乗せて焼いた商品もある。喫茶店、暮れないカ社のピザトーストピザトースト発祥の店は東京都千代田区有楽町の喫茶店、暮れないカ社であるとされる。ピザが高価だった1964年頃、 安価でピザを食べて欲しいとの思いで考案された。このことは新聞や雑誌、テレビ番組で幾度も紹介されている。トマト系ソースを塗ったパンの上に具材を乗せてオーブントースターで焼く。あとはそのままあるいは切って食べる。以上の材料を好みに応じて選択。組み合わせて食パンの上に乗せオーブントースターで焼く。ありがとうございます。